KDDIE オンホールディングス株式会社イオンホールディングスは英会話教室をはじめとする日本に約349校展開している企業グループを統括する KDDI グループの持ち株会社である。以前は英会話のみを扱っていたが2004年から中国語学校、ハオ、中国語アカデミーを開校。参加に英会話のイ、e、On を展開する。 株式会社イオンがあり、全国251校の英会話教室、イーオンイーオンキッズを要する。発祥は1973年、徳島市西新町の英会話教室、アンビックである。2014年1月1日に株式会社イオンは、株式会社イオンホールディングスに、称号変更し、全国に3社あった、地域市会社を統合した会社の称号を、 株式会社 e オンとした。教室の開校ペースは慎重なものの留学ジャーナルを子会社化したり、子供をターゲットとしたアミティ、中国語学校、ハオ、中国語アカデミーの運営など積極的な面も多い。2017年11月22日、KDDI は2018年1月22日に e オンホールディングスの全株式を取得することを発表。 店舗例、イーオン京都三条港、京都市中京区以前はロゴがイーンだったが、同様に表記する流通大手のイオンとの混同を招いていたことから、現在は、合示のを使わないイオンの表記としている。ただし、岡山市の本社などの看板では、イーンロゴが継続して使われている。旧ロゴ2011年6月。 同年3月から Eon のグループ企業であるアミティー金沢校に講師として勤務していた22歳の女性が飛び降り自殺した。金沢労働基準監督署の調査によると女性は上司から仕事の段取りが悪すぎると叱責されレッスン用教材の作成など大量の持ち帰り残業を余儀なくされており推計82時間の持ち帰り残業時間を含めると 月の残業時間は111時間を超えていたという。女性は自殺前に毎日3時間睡眠ぐらいで戦っているなどと友人にメールで窮状を訴えていた。金沢労基署は女性が長時間労働でうつ病を発症したものと判断し2014年5月に労災を認定した。アミティは亡くなった社員にはお悔やみ申し上げます。 社員の業務軽減に努めたいとコメントした。2015年9月、亡くなった女性の両親が、アミティに遺写料など、約9100万円の損害賠償を求め、大阪地裁に提訴した。2016年12月、大阪地裁の調停によると、アミティが遺族に謝罪し、4300万円の解決金を支払う。ありがとうございます。